松下奈緒主演のテレビ朝日ドラマ、スカイキャッスル、第2話が1日に放送された。冒頭で衝撃展開、第1話では、帝都病院脳神経外科部長の妻、佐江島かおり、戸田直が、息子春、春ト15歳設定、大西陸、が、帝都医大附属高校に合格して幸せ絶頂の中で、突然、命を断っており。写真、激変、暴走の中学生、春トは、 さよならマエストロの息子海君第2話ではハルトは合格の裏側で、両親の教育にこの家は地獄と訴え、家政婦秋川さくら、22歳設定、松田ありさを妊娠させ、合格した高校には行かずに一緒に育てると駆け落ち、ボカオリが反狂乱で連れ戻そうとした裏側が書かれ、冒頭5分が修羅場となった。ネットも騒然、わ本当に妊娠している雇い主の子供 中学生、に手を出して妊娠してるのやばすぎだろ、えっ、中学生が妊娠させたの。とんでもないことになってる、そりゃあんなに手塩にかけて育てた中学生の息子が女性を妊娠させたら死にたくもなるような、中学生で家政婦妊娠させるのはなかなかえげつないなと驚く投稿が相次いだ。